超簡単フラットサーブ、スライスサーブ、絶対ミスらない。はい、自己肯定感を上げるテニスコーチ加藤です。今回もお願いします。今回ですね、ミスしないフラットサーブ、スライスサーブについて簡単に説明差し上げたいと思います。対照的には初級者中級者前後ですね、どうしても試合で緊張してしまう場面とか、お客様によってはね、スクールのレッスンの中での試合も緊張するという方ね、いらっしゃったりします。でそんな中でどうしていけばいいかっていうのをね、どうしていけばダブルフォールトせずに終えることができるかというのをお話し差し上げたいと思いますので、よろしければご参考ください。高評価ボタンとチャンネル登録、またコメント欄にご意見ご感想お待ちしております。TikTok も始めました。 Instagram もやっております。よろしければご登録ください。では行ってみましょう。まずこの一番やっちゃダメなのは、特に大人になってからやる人って筋力ありますよね。女性の方でもやっぱ成人しているとね、最低限のこの筋力あります。なので無理やり力で振ろうとしないっていうことがまず成功させるポイントです。でただ力で振らないのは大事なんですけども、ラケットを止めないというのも大事です。この2つのポイントをしっかりと抑えていくと、ミスをしないダブルフォールトをしないサーブ打てるようになってきますので、頑張ってやっていきましょう。まずはじめですね、フラットサーブの練習をしていきます。でフラットサーブって基本的にこの面の当て方でボールの威力って上げていくんですね。なのでこういう当て方が大事になってきます。で多くの方はこういう当て方ができずにこのまま打とうとしちゃうんですね。このまま打とうとしてしまうので、どうしてもグリップが厚くなってしまう。どういうことかと言いますと、横向いて打っていく時に、コンチネンタルグリップですね、包丁持ち、ここがこのように動いていく、こういう動きをしていく、動きができずにこの動き、つまり熱くなっちゃってこういう動作になってしまうんですね。なのでこれを避けていくのが一番大事です。でそれどういうことかというと、一番初めお話ししましたけども、力ずくで振らない、あと当たる瞬間大事にしていく、ラケットを止めない動作が大事になります。なのでまずは当て方をマスターしましょう。こういった形で、こういった形ですね、わかりますか、この形でしっかりと当てていきます。ちょっと上に向きましょうか。この形ですね。初め短く持っていただいて、この動きをしていきます。なのでゆっくりとポン、この動きで横向き作って、この動きで軽くでいいです、ボールがふわっと飛んでいく練習をします。この動きを、この動きでボールを飛ばす、この動きでボールを飛ばす、ここだけです。こういう感じ、軽く振っていってボールが飛んでくれます。でこの飛ばし方を覚えていくと、長く持って同じようにこの動きでこの当たる瞬間大事にしていきます。これが一番フラットサーブで大事なので、できない方はまずこの動きだけを丁寧にゆっくりと繰り返してください。でもう一個は、スライスサーブで、スライスサーブってどういうものかというと、今のこの動きに対してもうチョップしていく感じです。イメージ的などういうことかというと、ここの横、このフレームに当てる、この練習をしていきます。まずさっきはこうだったのに対して、ここに当てることで、ここに当てることでスライスの面の作り方が理解できます。そうするとちょっとだけ外したわけですね。ここにもう何回も2回3回連続で当てられるようになったら、ちょっとだけずらしてあげるんですよ。ちょっとだけずらしてあげることで、こうやって回転かけることができるんですね。で多くの方はまずここに当てることがなかなかできません。なのでまずはここに当てる練習をしてください。ここにね、ここにそれができたらちょっと外してあげて持ってってあげる。そうするとスライス回転かかってきます。でこれができるようになってきたら実際後ろから打っていきましょう。いろんなことやろうとすると絶対にぐちゃぐちゃになってしまいますので、はい、こういってもうほんとシンプルにでさっきのイメージのままラケットを長く持ちます。横向き作ってね、この動きですよね。長く持った時にどうしてもこの距離があると飛ばそうと思って無理やり振っちゃうと意味がなくなってしまいますから、ゆっくりです。もうそうですね、5秒とか3秒数えて打つつもりやって、12345とか123、まずこの当て方を覚えてください。で当たるようになってきたら少しずつ速くしてこういった形でフラットサーブを打っていってあげると割と入りやすくなります。これ結構大事で、そんなに力強く振ってガシャって当たるよりもちゃんと真ん中に捉えるイメージをつけた方がフラットでシンプルに、よくねこう軽く振ってるけどゾーンっていくじゃないですか。っていうのはこの当たるタイミングが一番大事なので、どんだけ体をねこうやって一生懸命使ってもちゃんと当たるところがちゃんとしてないとどんだけ速く振っても意味がありません。だからラケットを止めずにこの形、自分のリズムに合ったこの形で持っていってあげることが重要になってきます。でその次スライスですね。スライスもさっきのこう当てるイメージですね。ここに当ててここからこういうイメージで持ってきます。こういった形で持ってきます。でおそらくなんですけどサーブが苦手な方はスライスサーブを打つとどうなるかというと、こういう感じで回転かかるけどもボールがコートに入ってくれないってことがね結構あると思うんですよ。なので、足の位置ちょっと気をつけていきましょう。はい、これがこう回ってしまうのでちょっと向こうに狙ったところよりも向こう側、右利きの方だと狙ったところよりもあっち側、自分の利き手の方に体を向けます。こういう感じですね。そうすると自然と振った時に体の過剰に曲がってくるのを抑えられるので、こういってちょっと向こう側に肩入れてあげると、ここで当てるつもりでいくとこれだけでスライスサーブが完成します。まあもっとねパワーアップさせたからジャンプするとかね、もっとこうヘッドをねこう速く走らせるっていうのは大事なんですけど、今回は確率よく入れるためのスライスサーブ、フラットサーブで、これ僕いつも思うんですけども、スライスサーブって結構武器になってて、浮かなかったら相手攻められないじゃないですか。だから中途半端にスイングが遅くなってしまって、ちょっといいですか、中途半端にスイングが遅くなってしまってラケットが止まってしまうと、ああやってボールちょっとこう浮いちゃいますよね。なので速くなくていいので止めずに振ることでボールって浮かなくなりますから、浮かなくなれば相手には攻めるチャンスを与えづらくなりますから、相手に攻められない限りは自分のサーブでしっかり展開していくことができますので、できるだけねこうフラットサーブはタイミング、スライスサーブは浮かせないようにしっかりと、ね、この形で横にこう曲がりすぎるんだったら体をしっかり入れ、ね、自分の利き手側に入れてあげて振っていってあげることで確率はかなりアップします。はい、初めにお話しましたけども無理やり力で振らない、でもスイングは止めない、この2ポイントだけ意識していただくとサーブ成功します。よろしければご視聴ください。ご参考ください。今日はこれで終わります。どうもありがとうございました。